祭り A ブロック公式戦、西良寺対甲斐、今ゴングを聞きました。さあ、初めてレッスル1のリングで行われる火祭りの公式戦ということになります。ケンさん、はい、まあ、これも非常に歴史的なことなんですが、はい、西良寺がですね、はい、やはりこのリングではデスペラードとして、そうですね、カズマ坂本選手がセコンドついてますからね。まあ、サイ選手としてはね、その開幕戦01後楽園ホール、13日ですか、はい、よもやのね、初戦敗退ということでね、小畑優作選手に敗れてるんで、もうこれ以上負けられないというシチュエーションで、このレストランに乗り込んできた形ですよね。これ2連敗するとですね、もうリーグ戦敗退かなり濃厚になります、はい、そうですよね、まあ、しかもそのね、いっぱいっていうのがその後輩の小畑優作に敗れるっていうのはね、これはちょっと西良寺としては屈辱だったでしょうからね。ちなみに対する甲斐なんですが、はい、01との団体対抗戦で 5.6 後楽園ホール大会、小畑優作にシングルで勝ってるんですね。はい、勝っておりますね。その成績だけ見るとね、これはね、甲斐有利に見えるんですが、なんと言ってもね、わー、危ない、左のハイキックデス軍としての西良寺であるとすれば、うん、その辺も警戒しなければいけないですよ ね、 そのシングルの、ね、リーグ戦、その火祭り特有の雰囲気の中やるリーグ戦プラス電流爆破も初体験ということで、はい、何もかもが初尽くしなんですね。確かにそうですね、まあ、ただ逆に言えばもう両国で河野に負けました、はい、失うものは何もないと言ってもいいかもしれません、はい、まあ潔くね、坊主になりましたからね、自らの手でバリカンを入れました。入ってくるところでショルダータックル、たまに引きません。今度はサイが走る、サイが打ち返す、サイのビッグブーツ、カウンターの左、いや、このサイの蹴りが今年の夏ですね。オブラブラック、ちょっと今バランス崩しましたね、相手のミスを見逃しませんでした。甲斐サイがドロップキックで場外転落。さあ、ちょっと右膝を痛めましたかね、そうですね、サイ選手、はい、先ほどあの転倒した時膝打ってましたからね、はいはい、あ、今もんどり打って放送席の目の前にやってまいりました。かなり右の膝を気にしています、西良寺。あ、これは思わぬアクシデントというところでしょうか。カズマ選手がスプレーでね、アイシングしたそうにしてますけど、なかなか近づくことができない、うん、できませんね。もちろんこのセコンドは手出せないですけどね、はい、赤いのセコンドには大和秀吉、そして稲葉大輝の姿も見えています。その中では、ただまだですね、サイが立ち上がることができません。おっと、ん、ゲンさん、これ、はい、シャミ戦でしたか。どうすかね、お気をつけください、お気をつけください。逆に振り返す、5分経過、切り裂いり押しをぶん投げてまいりました。試合は5分が経過、お気をつけください、場外ライト危険です、お気をつけください。やはりちょっと立ちづらいので、サービスいいかどうかちょっとまだわからないですね。そうですね、あ、サイが今コールドスプレーを手にした、あ、来た来た来た、これ前回の両国大会からですね、はい、完全にコールドスプレーの使い方間違ってるんです、この男。間違ってますよね。いや、マッツさんに本当熱い戦いにですね、冷や水をぶっかけるようなこのコールドスプレー、アスリにコールドスプレー使ってほしくないですよね、あ、スリーパウルで捉えておいて、これ注意書きにもですね、はい、あの顔面等々粘膜には絶対噴射しないでくださいと書いてあるんですよね、はい、これある意味コールドスプレーを作ってる製造元を冒涜してるという、はい、ます、お気をつけください、場外だと危険です、お気をつけください、抗議が来ても致し方ないですよね、お気をつけください。この鋭い蹴りはさすがのものがあります。まあ、けど裏を返すとね、コールドスプレーの使い方としては、ああ、また、はい、またこれ1本使い切りますよ、使い切りますよ、相手にダメージを与えるという意味では、もうコールドスプレーの達人ですよ。そうですね、はい、あと頭皮も直接ですからね、現在の回はやってないと言ってますね、はい、
これだけ堂々と嘘をつく人間もいますからね。はいはい、今村山大地の日にも火祭りだろうってこと言ってましたよね。火祭りを、ね、凍らせてはいけません。世界一熱い男を決めるリーグ戦ですからね。まあ、これはね、村山大地レフリー、元はね、ゼロワンでレフリーやってたじゃないですか。だから火祭りの熱さがいかに重要か大切かっていうのはやっぱ分かってますから、ああやって怒るんでしょうね。さらに馬乗りになっておいて、今度はキャメルクラッチ、再びキャメルクラッチの対戦に入ってまいります。まあ、これは、まあ、意地もあって今甲斐選手が蹴りを、ね、受けたじゃないですか、はい、完全に甲斐選手 の, その攻め の, ポイントが足から離れていってんですよね。あ、なるほど、はい、もし本当に痛めていたとしたらこれはもう蔡選手のこれ計算通りですよね。甲斐の攻撃がその下半身にいかなくなったということですから。なるほど、そうですね、はい。まあ、改めてこうある意味戦いを俯瞰で見る冷静さが甲斐にあるところですよね。直線で行きますからね、甲斐選手はね。もちろん熱い男を決める戦いなんですが、ただ熱いだけではダメですからね。そうですね、はい。さあ、対角線を使う赤川鉄橋、一瞬素敵な笑みを浮かべました蔡良治、カウントは間髪。蔡良治がなんだかんだ言って試合の立ち上がりからこの試合のペースを握っています。ロープに振ろうというところこらえる甲斐、ここも意地を張っていく奈良と膝ようやく振っていきました。カウンターのビッグブスかわしておいて円錐、あー、これも側頭部かすめましたね。さあ、そして今度は甲斐が対角線を使ってまいります。追いかけるバックエルボー、追いかけるドロップキック、肘の張り合い、そしてブレインバスター、硬い音がしました。大きな弧を描いた、カウントを迫ります。カウンター10分経過、10分経過、ベースロックですか。ベースロックで締め上げてまいります。試合は10分が経過。今回は上半期を振り返ってまいりますと 5.2KBC それ後の因縁に決着をつけました。 5.22 後楽園、一度負けている日野雄二に勝利し結果を出し始めた矢先、 6.18 大分で左足を負傷しましたよね。それも感知はしたでしょうけどもね、なんとか動けるとこまでは回復しましたけども、やっぱり切りしつつ切りしつつっていう回となっちゃうんじゃないですかね。そして 7.6 両国では河野正幸にシングルマッチで敗れるという状況です。まあ、本当に周りが徐々にエースとして認め始めただけに、はい、非常に今悔やまれる怪我、はい、そして悔しい敗戦となりましたよね。そうですよね。どうしてもやっぱりこう浮上を仕掛けたところで、ね、そういう試練が待ち受けてますね。まあ、ここは LAT 仕掛けていくのか、持ち上がるか。それだけこう、ね、火祭りで優勝すれば、それまでの流れをガラッと変えることができますからね。あ、ここ上げた、いや、ダメだ、着地逆に蔡良治、ジャンピングブレインバスター、強烈ぶん投げてまいりました。さらに左のミドル、もう一つ3発目倒してまいります。カバーに入る、すぐさまカバーに入る、どうだ、カウントはカウンター2つ。ちょっと蔡良治の表情がちょっと尋常じゃないですよ、はい。さあ、そしてボールを取って PK、 再びカバーに入ります。片指固め、しかしカウンター2、左の肩を上げてくるのは甲斐。左右どちらの蹴りも出してるんで、どうやら先ほどのはやはり三味線でしたかね。ですね、そうですね。さあ、ファイヤーマンズキャリー抱え上げた、ここから山折りがあるんですが、うまく着地、バックを取った、振りほどいていく際、このダイキック、あー、ちょっと足今滑ったんですが、はい、強引に来ましたね。気持ちで持ってまいりました甲斐。さあ、円錐からスワンダイブ式のミサイルキック、元々はジュニアウェイトだった甲斐、こういった動きも
お手の物です。さあそして三度 NT、 これは完璧に決めてまいりました。そのまま抑え込むカウンター2。西洋寺は繰り返しになりますが、ここで敗れると本当にもうリーグ戦敗退かなり濃厚、うん、デスペラードとか運の言ってる場合ではなくなってしまいます。はい、さあここはちょっと回が時間かかってしまったか。蘇生してきた際、セカンドロープに両足をかけてまいります。いや、健さん、これ回得意ですからね、ここからの投げが。そうですね、これを制した方が優位になると思いますね。はい、長屋式のブレンバスター、あるいは芝居引き出しがあるのか。トップロープに足をかけてまいります西良寺。ワイルドバット、硬い音がした。打ち落とした回、あー、しかしまだ起き上がってまいります西良寺。下からの蹴り上げ、乾いた音が響きます後楽園ホール。さあ三度、右足、左足をトップロープへ来ますよ。これはダメージ大きいか、カイ。さらに赤川鉄橋、今日2発目。さあカバーに入る、返せるかカイ。いや、しかし西良寺の優勢は変わりません。ジャックハンマー、ジャックハンマーですね。これは新たな引き出しを見せた。カウントはカウント2。いや、西良寺普段ジャックハンマー見せませんよね。あまり見せないですよね、さあこれでも3カウント奪えないとミリアどうするんだ。ファイヤーマンキャリガリ、山折り。さあ勝利のフルコース方程式に入ってまいりました。まずはこの段階で一旦抑えに行く。しかしカウントは2、カウントは2。もちろんな、ね、ナスエンタケのこれつなぎですよね、はい、さあこれで決められないとミルヤ、ニュートラルコーナートップを伺います。場内は回コールですが、さあ一気に来るぞ来るぞ、ナチロタケ、おー、返した、これはかわした。カウンターのエンズイン、あー、トランスティック、側頭部を捉えた。後ろに倒れ込んでいった西良寺、抑え込む。カウントは2。15分経過。試合は15分を経過。公式リーグ戦は30分一本勝負で行われております。火祭り A ブロック。さあ、股に挟んだ。今度は甲斐が形勢逆転。消耗戦の様相を呈してまいりました。もう両者体に汗をかいている状況で、ここはリバースしていった。しかし最後すぐ攻撃に移れない。クブーツ、エルボー、足を止めての打撃戦。エルボージャンピングハイ、左のキック、さらにミドル、もう一発受け止めて、あ、ラックルバート、カイはナックルパート、サイドランスキック、顔面顔面顔面。さあどうだ、これでギリギリ右の肩を上げてまいります。まだサイも上げていく意地がある。ケンさん、これ、はい、サイは徳田割りに足かかってますね。そうですね、おっとサンダーファイヤー来ました。さあここでサンダーファイヤー、パワーボム、全体重を浴びせた。必死に抑え込む、これでも決められない。さあそうすると第2にはこの技が残っています。第2にはこの技が残っている。ニュータルコーナートップからスプラッシュ、スプラッシュ